はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。実はこちらの大リース展がすでに始まっています。こちらのリース展が始まりますよっていう本当にこうね予告の動画を撮って皆様にこうお知らせしようとしたところでうちの PC が壊れました。そしてもうずっと動画がアップできないままもう大リース展に突入してやっと今日ですね PC が、まあ、治ったというより新しいのに買い替えました。なので11月25日から実はこちらのリース展が始まってます。で、まあ、開催は12月の17日まで行っておりますのでぜひね皆様、横浜山下公園内になります氷川丸、日本郵船氷川丸にお越しください。氷川丸の中には100作オーバーのねリースがこう船の中を彩っております。もうね本当にねすごい出来栄えです。今回僕も写真を撮ってきましたが、まあ、ちょっとねカメラの方の調子も悪くてそんなにこういい写真ではないんですけどみんな撮ってきました。なのでこの後皆様にその船内の様子は写真でねざっとお見せしますけれども、もうねこの写真ではわからない、もう実際に来て船内でこうリースをね楽しんでいただけたらと思います。本当にこうね損はさせない空間になっておりますのでぜひ見に来てください。ただ氷川丸は月曜日が、休日なんですね。なので月曜日に来ても見ることができないので月曜日以外に見に来てくださると嬉しいです。なのでぜひこのリース展を見に来てください。よろしくお願いいたします。では皆様に船内の様子を写真でご覧、皆様には船内の様子を写真でご覧いただきたいと思います。では行ってみましょう。